はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の関数シリーズ第51弾やっていきましょうで問題2問ありますのでまず一回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば今からね自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますそれじゃあ画面下げますのでお待ちくださいいくよ た,お <laughs> たまにね <laughs> あのぴったりいくと自分がびっくりするんだけどよしじゃあ参りましょうで今回はいつものそのグラフのねがっつり関数っていうんじゃなくてまあ文章問題でもあるんだけれどもよく出てくる「道のり速さ時間」が関係していて、まあ、今回も有名なさ「一人が普通に行きましたと」と図書館にね「妹さんが行きましたと」とそこになぜかお兄ちゃんが後から追いかけてきますよっていうパターンですね。 であともう一個はその一人の人物が例えば妹さんがね最初は歩いていきましたなぜかと途中でね公園で休憩する休憩するから真横ね休憩しますでさっきは歩いてたんだけど次はやばいと思って走りますって言ってスピードを変えてもう一回上がっていくっていうちょっと階段みたいなねこういうグラフになったりしますまあそれもあと出てくるんだけどこれはで、えっと、このタイプの問題っていうのは個人的な思い意見だけど えっと、めちゃくちゃ高校受験で難しすぎるっていうのはあまり見ませんもちろん慣れてないと簡単ではないんです,いないんですけどある程度の問題をやって対策しておけば、えっと、受験で出てきても大体の子が対応できるものだと思ってますのでもしこの現時点でこういうタイプの問題に苦手意識がある方はぜひねあの説明全部聞いてもらってうまく吸収して、えっと、自分で練習してで繰り返せばあ解けるようになりますんで絶対に。 ぜひね聞いいてもららえたらと思いますじゃあですね、えっと、ちょっと問題文長かったのでちょっと編集でちょっと出しますねこの辺に。でそこに書いてある情報を、まあ、ここに書き込む必要があれば書き込んでいくしあとはやっぱりここに書いてあるグラフの情報から何を読み取れるのかっていう、まあ、そこが大事になってきます。で読んでいくと、まあ、妹とお兄ちゃんがいるわけです。で家から2 3 1 0ルっていうねここまたね いやいやいや細けえなっていうでここまで離れた図書館に行きたいわけですで妹さんは歩いて家を出発して一定の速さで進みましたと25分後に家から 1500m 離れた地点を通過します妹さんはこっちですスタートして25分後に 1500m のここの座標を通ってるわけですいいかなでその後に、えー、図書館まで着きましたと。 にたどり着いてるでもここの何分かっていうのは書いてません。いいでも求めることができます実は。まあの後でやるね。でお兄ちゃんはですね、えー、と妹が家を出発してから20分後ですだからここスタートになりますお兄ちゃんは。で自転車なんてちょっと早いんだよね。スピードが速ければ速いほど角度は急になります。あのいっぱいこうスピード速いと一気に進めるからね。 で、出発して一定の速さで進んで、その5分後に、5分後、つまり20分から5分後だから25分後ね、に700メートル地点、そこを、えっ、ー、と、つきましたと。じゃあ右の図は妹が家を出発してから時間を X、家からの道のりを Y とした時の、まあ、関数になってますよっていう話ね。いいかな。じゃあこれでまずお兄ちゃんのグラフの傾きを求めなさいと。お兄ちゃんこっちですね。で、 グラフを求める時今これお兄ちゃんのグラフまあ妹さんもそうですけどどう見ても直線ですよね直線で直線っていうことはあえて書くと1次関数なんです1次関数まあ妹の場合は比例だけどねちょっと1次関数にまとめさせてで1次関数っていう直線ね直線求めろって言ったらまずこれが絶対に思いつかなきゃダメ 思いつくようになってください。もしね、今出てこなかった方は。y イコール ax プラス b です。y イコール ax プラス b で、a の部分。ここが、傾きってやつです。もう一個変化の割合っていう名前もあるんですが、ちょっと今回使わないので書かないでおきます。で、b の方が、えぇ、ー、切片ってやつです。つまり、傾きと切片が分かれば、直線の式は絶対出ます。そして、 そして直線の式を求めたかったら、えー、ポイントとして2つの座標が分かれば分かればいいつまり2点こことここを通りますよねっていう座標さえ分かっちゃえば絶対に求められます。ちょっっと失礼黒のペンがなかった 1> 1次関数は覚えておいいいつの座標が分かればいいんですじゃあ今お兄ちゃん2つの座標分からんかなって考えた時にまずねこっちここは、X、がででしょで y が700って分かってるからここの座標がまず分かりますと。でもう一個ここですねでこれ一瞬ちょっとね止まる方いるかもしんないんだけど、X、はまあ20じゃんここだから。で y は0だよね。 ここの上乗っっててるかからら元だこうやってはい2点分かりますとだからその2点が分かれば絶対に求められますでねえっ、ー、とー今回は本当は傾きだけつまりこっち A だけ分かればいいよって言ってるので、あのー、もっと楽な方法があるんですけど一応直線の式出しなさいのがやっぱ多いので問題としては直線の式出させてください一応ねでどうやるかっていうとこれです1次関数でねもう代入すればいい 例えば25と700、X、のとこに 25y のとこに700なので、X、のとこに 25y のとこに700を入れると 700=25a+b となります入れただけですでもう一個20の0も20と0を代入します0 2 0 a プラス b よく見る連立方程式になってるんだよね でこの連立方程式のいいところは絶対に B が揃うから引き算すれば B が消えます。で上から下を引くと700イコールここ 5A だね25-20で。で両辺5で割るとちょっと書き直すんで入れ替えちゃうけど A イコール140となります。でこれを、まあ、下の方が楽だね。A のととこに140入れると ゼロイコール二十かける百四十ってことは二千八百ねプラス b となりますこれをこっちとかに持ってきてちょっと整理すると b イコールマイナス二千八百となるので a も b も出るから直線の式を求めると言われれば y イコール百四十 x マイナス二千八百となりますただ今回はしつこいですけど傾き出せって言われてるからここねつまり 答えのとこには140とこれが答えになります。であのちょっとね何度もさっきも言ったけど今回傾きを出せばいいだけなので本当はもっと楽な方法があります楽な方法。でどうやるかっていうとここ今座標2個分かりましたよねその時にこうね左側から見てください左側今この点とこの点って左側こっちでしょ左側から右に何個いって 上に何個上がってるかっていうのをチェックします。いいですか、右に何個いって、上に何個上がってるか。今、右には二十から二十五いってるんで、右には五個いってますよね。で、上には七百いってますよね、ゼロから七百上がってるから。いいですか、五いって七百なんです。これ、えっ、ー、と、さっきの傾きの解、えー、と、別名が変化の割合って言うんですけど。その公式が、x の増加量分の y の増加量、多分ね、聞いたことあるって方いると思う。 X の増加量分の Y の増加量。実は、それで傾き求められます。でも、X の増加量分の Y の増加量なんやねんってなる方もいると思うので、それでこれ使うの。右に5行って上に700。それをそのまま使うの。5行って分の700って。今出したこれ、右にいくつ行ったのっていうのが X の増加量です。上にいくつ行ったのっていうのが Y の増加量なんです。だから、5分の700って。 これ、約分して、140になるから。これで終了です。こっちの方が本当は早い。この問題言うんだったら、これでいいんだ、本当は。だけど、他の問題への、ね、応用力とかの考えると、やっぱりこっちができて欲しかったんで、もうね、ちょっと余計な、通り待ち、通り待ちってなんだ。遠回りの説明しましたけど、ぜひね、まあ、両方ともできるようにしてください。ちなみに、直線の式がもし右に下がっていて、これ下がってるやつね、あるからさ。その時に、これね、やった時に、じゃあ、右に5を行って、 下に700下がるとするじゃん。5行って700下がる。その時は5行って700下がるんだよ。マイナスになればいい。それマイナス140です。傾きは。で、使えるから、傾き出す時はぜひこれ使ってください。楽なんでね。ということで、まあ1番がね、サクッて終わればいいんだけど、長く説明しましたと。で、問題は2番です。2番。これはお兄ちゃんがですね、えっと、妹が家を出発してから25分後ってことで、ここだね。この ここよ。700地点。ちょっとこれ一回消すわここでね、自転車故障します。<laughs> 家出て5分後に。で、故障して、ちょっと立ち止まってしまったと。まあ、直したんで頑張ってな。で、その後、故障前と同じ一定の速さで進んだら、妹と同時に図書館に着きましたと。兄が立ち止まっていた時間は何分間ですかその時間を求めなさい。最初に説明した、お兄ちゃん進んでました。 自転車が故障して立ち止まったのでちょっと真横の時間ができますこうやって進めないからで自転車直しましたさっきと同じさっきと同じってことは傾きが同じ状態でもう一回進んだら同時に同じタイミングでいいか青のがいいねお兄ちゃん青で統一してたから傾きちょっと同じしたいな このぐらいかなちょっと違うかも。ま、あ許して。こうやってつきましたって。これがだからお兄ちゃんの関数です。進んで故障して直したいよっていうね。いいただ、えっと、今回2個説明します。2番に関しては。この問題に関しては、実はめちゃくちゃ楽に解けます。楽に解ける。で、それをまず紹介する。ただ、個人的には、この問題を解くんだったらそれでいいんだけれども、えっと、他の問題に、 応用力をつけてほしいなってとこを考えると自分が2個目に説明する方、まあ、かなりめんどくさいんだけどそっちができるようになってほしいなのでよかったら聞いてくださいもし全然、ね、その前のね簡単な説明だけでも構わないんだけどもぜひ時間を許す,あの許す方とあの聞いてちょっとレベル上げたいなっていう方はぜひお付き合いくださいじゃあ何かっていうとまずねやることは妹妹順調に行きましたよね妹って何分後に着いたのっていうのちょっと出したいんですよ 何本についたたのか出したいでどう出すかっていうとまずこの妹のの直直線線式出します直線さっきお兄ちゃん出したけどねこうやっていろいろやって。で妹どう出すかっていうとじゃあ通る場所を探したいんですよ2箇所。でもね実は今回妹はここ原点って言って00を通ってるからまあ00はね中1で習う比例ってやつです。 直線の式の中でもこの原点00を通っているときは比例って言います。で、それは y イコール ax プラス b じゃなくて y イコール ax でいいんです。ax で、あと1箇所だけ通るところが分かれば出せますも一1箇所でいいんです。じゃ、どっかないかなーっていうと、ここがあるんだよね。ここ。ここは x が25、y が1500って分かってるから入れちゃえばいいんです。1500。 イコール両辺ちょっとね大きい数だけど25で割る、X、じゃないごめん 25a で大きいんだけど25で割るとこれが60になりますつまり a が60傾き60なんだよねだから妹は y=60x つまり60っていうスピード1分間で 60m ずつ進んでいきましたよって話じゃあ直線の式出,出たじゃないですかでここの座標が欲しいんですよでここは 下の x はちょっと分かってないんですけど、y が2310は分かってるんですね。こうやって。じゃあ、直線の式分かってるし、ここ2310分かってるから、y を入れちゃえばええやんっていう話。で、入れちゃいます。そうすると、2310イコール 60x と。で、これがね、ちょっとね、またでかいんですけど、2 3 1 0る6 0をすると、これが、えっと、2分の、 えと00だから待ってね3で割ると77か2分の77になりますでこれあえてちょっと割り算ちゃんとして小数に持ってきますそうすると38.5なんだよね2分の77ってそれこれ38.5分今分で計算してるからねずっとね38.5分後につきましたとつまりここの座標は38.5。 ま、もしくはこっちね。2分の77。で、着きましたってのが分かりました。いいかな妹が着いた時間これです。38分。で、0.5っていうのは30秒のことね。38分30秒なんだけど、一応38.5分にしときます。で、なんでこれ出したかっていうと、じゃあね、じゃあだよ。お兄ちゃんがさ、もし自転車を故障することなく、普通に行ったら何分で着いたんだろうって考えるんです。 いい考える理由は後ほど言いますこれ妹ねこれ妹について考えた方でまだ下入るかなあ開けるねじゃあお兄ちゃんいきますお兄ちゃんでお兄ちゃんはえっ、ー、とここは140えっとなんだ関数で言うよりも速さが傾きかさっき140でやりましたよね速さつまり1分間で 140m 進んでいきますっていうのが分かったんです140で。 でそれを 2310m 進みたいんですよ。まあよく小学で道のりですね。もしくは距離で習ったか。見端の方と木端の方いると思うんですけどまあ2310と。じゃあその時の時間何分かかるんだろうってことを考えたいから道のり割る速さをするからまあ2310割る140をやるわけです。2310割る140をすると。でそうするとこれがえー、っとね2分の7でやるから33か。 33。つまり、これもね、あえてやると、16.5分で着くんですよ。お兄ちゃん。速さ分かってるし、道のりはね、図書館まで2310メートルって分かってるから、お兄ちゃんは故障してなければ16.5分で着いたはずだったんです。で、ここであっちに戻ります。お兄ちゃんスタートしたの20分です。だから、16.5分順調に行ってれば、36.5分に着いたはずだよね。 すだからでもついたのは妹と同時についてるからここなんですじゃあ38.5分になっちゃったと36.5だったのにどこかってここだよねつまり38.5から36.5を引いてお兄ちゃんが休憩というか故障しちゃってた時間はその間の2分間で終了これが答えとなります まあ2分で直すのなかなかすげえなと思ったけどね解いててで途中でも言いましたけどこれでもいいんですこれが一番今回の問題に関しては一番楽です解き方としてはですけどじゃあこの解き方が他のタイプの問題で使えるかっていうとちょっと特徴的だからまあそんな汎用性ないよなって思ってしまういいなのでちょっと次の説明長くなりますけどね動画長くなっちゃうんだけどあのお付き合いいただけると嬉しいおっとっとっとじゃあここからちょっと番外編ですね で、正直言います。こっからのが長いです。あの、自分がやる、この番外編に関しては、えー、めんどくさいですよ。<laughs> ちょっとね、ややこしいと思うんですが。で、どう考えるかっていうとね、今、<laughs> ごめんなさい。これ、関数書きましたよね。故障したから、で、また加速していきました。加速じゃねえや同じスピードでいきましたと。もしさ、ここの座標、ここです。座標が、 y 座標は700で同じです。同じ高さだから。真横に引いたからね。もしここがさ、計算して30とかって分かったら、だってこれ30分なんでしょ ?25 分でしょあ、じゃ、休憩してたの間の5分間じゃんって分かるじゃないですか。つまり、このやり方がもし思いつかなかったら、ここの座標が欲しいなっていうところに思って欲しいんです。で、関数の問題っていうのは、とにかく直線の式とか、もちろん二次関数でこうね、曲線もありますけど、その式と、 あと座標をとにかく自分の力でいっぱい出せる能力がね上がるといろんな問題が解けるようになります。かなり力がつく。それだけで。だから、ここを出してほしい。もし今この状態で、あ、そっちのやり方やってなかったなって方は、ここで一回止めてもいいと思う。いい。ここの座標を出してほしいんです。もちろん分かってんだよ、答えは。でもどうやって出したかが大事。いいかな。じゃあ行きます。で、ここどう出すかっていうと、この座標っていうのは当然この直線の式だよね。つまり、 ちょっと突き抜けるけど。こいつの直線の式出したいなって考えるんです。で、こいつのいいところは、ここと速さが一緒。ね、お兄ちゃん速さ変えないでくれたから。だから傾きは y、y イコール 140x で同じになってる。これがありがたい。ただし、切片がわかんないから、プラス b にしておきます。プラス b。でよ。でね。 この直線の式で分かってる座標ないかなって考えたらここが分かってるんだ、まあ、さっき出したからねこうやってじゃあそれを代入しましょうとすると2310 <laughs> イコールはい <laughs> えっと先にやっとけばよかったのちょっと待って 140×38.5 さっきのあれか分数のまま勝負した方が楽だなごめん2分の77代入するのと同じだから変えるとね だから2分ので約分して70だから 77×7 俺言ってること合ってるか <laughs> 不安になってきた 77×70 で合ってる4と四十九四十九だから5390かプラス B うわここ間違ったら悲しいぜでこれ移行するとマイナス3080となります B がね だから、この出した方直線の式は、ここは B を書き直して、マイナス3080っていう、直線の式が出てきました。でよで、直線の式が出たから、しかもここの座標のここが欲しいわけね。ゴールとしては。700じゃん。Y が700だから、あとここの Y 七700代入すればいいじゃんってことで、えー、700イコール、 140x-380 右入ってるか入ってたありがとうありがとうえっ、ー、とで整理すると 140x イコール3780だねで x0、えー、切るか0切っていくつだ22であまあ答え分かってるんだけどね28でしょ28で98になるからなので ok だね 27になりました。だから、ここの座標、x イコール27だから、27になったと。つまり、25分から27分まで休憩してるのは分かってるから、2分間だよねっていう。これは、できてほしい。<laughs> あの、やんなが、解いてもらった時に、思いつかなかったら全然悪くないの。それはいいんだわ。でも、あえてこっちのルートでやったとしても、解けますよにはなってほしい。こっちの方が絶対に応用力としては、他の問題では使える。いいかな。 なのでね、まあの、自分がよく言いますけど、受験時ってさ、まあいろんな問題みんなやると思うよ。で、できれば、1個の問題、これ数学,数学だけじゃないよ。他の科目でもそうだけど、1個の問題からより多くのもの、より多くの力を吸収してほしい。もちろん、解ければいいじゃんで終わる方はそれでも構わないんだけれども、よかったらね、こうやって、あーなるほど、そっちもあったのかってね、ね、これだけじゃなくて、もう1個プラスアルファで。 力をつけれたら俺はお得だと思うのでよかったらねこっちの方もちょっと確認してもらってあとでもし解き直す時には2つあったな両方やってみようかなってチャレンジしてくれると嬉しいです。はいということでちょっと長くなっちゃいましたけど今回は高校受験対策の関数シリーズ第51弾やらせていただきました。はいということでちょっと,ょっと,ょっと私最後間違った今回の授業はこれで終わります。以上ですありがとうございました